イラン・トマンはイランリアルの前身であるイランの公式通貨。トマンはモンゴル語で1万を意味する言葉、トゥメンに由来しており、1932年までパフラビー町の通貨だった。補助単位はディナールで1トマンイコール1万ディナールだった。1798年から1825年の間、トマンは1、8リアルに細分化されており、 よって1トマンイコール1250ディナールだった。1825年にイランキランが誕生すると1トマンイコール1000ディナール10キランに設定された。1932年にトマは1トマンイコール10リアルの為替レートに設定される形でリアルにとって変わられた。しかしリアルがイランの公式通貨となった今でも多くのイラン人は 毎日の取引20リアル単位の生産量の金高に対してトマンの単位を採用している。非公式な環境ではトマンは大抵1000トマンか100万トマンを参考にされる。生産量の大きさの区分としてのトマンはあらゆる環境に現れていると考えられる。イランの金貨はトマンに鋳造され、銅貨や銀貨はディナール、リアル、キランに鋳造された。 硬貨の発明前までは、そして1トマンカが鋳造された。硬貨では15、1、2、5、そして10トマンカが鋳造された。最後のトマン金貨は1965年に鋳造され、次第にイランの公式通貨からトマンカは消えていった。1890年にペルシア帝国銀行は1、2、3、5、10、20、25、50、100、 500そして1000と万紙幣を発行した。これらの紙幣は1923年まで発行されていた。1924年に第2シリーズとして1、2、5、10、20、50そして100と万紙幣に再発行され、1932年のリアル制定まで続いた。コーデの見下げの紙幣はたびたび二造が行われることが社会問題化していた。 一般には、普通銀行で発行される、トマン紙幣の価値は、12005千1万5万そして10万、トマン紙幣が発行されるほど、下落していった。ありがとうございます。